ここトントコイトとアシスタントのクリちゃんです。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。今日は3月14日日曜日です。さあ今日も朝からやっていきましょう。ロザリアンあるある、イエーイ。大きな噴霧器を持っている、あるあるロザリアンなら皆さん、はい、この散布するのに大きな噴霧器皆さん持ってますよね。圧縮式のとか電動式のとか僕も持ってますよ。こちら、こちらの大きな噴霧器9リットルです。こちらの大きな噴霧器を使って今日は自然農薬を散布していこうと思いますよ。だんだんとバラの新芽が展開してきましたので、病害虫予防対策にこちらの大きな噴霧器を使って、去年使ったこちら自然農薬ですね、自然農薬を500倍に薄めて散布していく動画となりますけども、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてくーちゃん、こちら9リットル、こちらの自然農薬500倍に薄めていくよ。さあ一体どれだけ入れればいいんだろう、どうだろうね。9000ミリリットルだから、1リットル1000ミリリットルだから9000ミリリットルだね。9000ミリリットル。9000ミリリットル。なんだ。さあさあ皆さん、すっと答えが出ますか？9000。割ることの500で500分の1が出るかな、18ミリリットルかな。よーし、じゃあよいしょと18ミリリットル入れとこうか。よいしょ、よいしょ。さあ、おお、うわあ、蓋が固くて開かないぜ。なかなかの大ピンチ。ネットを組んできました。はい、ポットの中からネットをこんな感じでチャポンとこう蓋にこうつけてやると、蓋の金属が膨張しますから、これで開いてくれるんじゃないかと。これで開いてくれないと動画が進められない、大ピンチとなりますけど。あー困ったね、くーちゃん、蓋が開いてくれないっていうのが一番困るね。うーん、そうだね、トラブルだね。よし、こうして、そして蓋はもうかなり熱くなってますから、手袋をはめていきましょうか。よっよっ、ふっ、あー、開いた。あー、来ました皆さん。あー、よかった。もう
おう、とってもニンニクとドクダミと唐辛子のいい香りがしますよ。こちらをサープしていきましょう。あーよかった、グーちゃん開いてくれて。もう大ピンチだったね。で、何ミリリットルやったっけ。18だ。18ミリリットルだったね。よいしょ。よし。あ、久しぶりのこの9リットルの重みですね。9リットルあるとかなり重いです。はい、でこちらをこんな感じでコックをオンにして、こんな感じで上下させることによって、こんな形で細かなミストとして散布できますよ。こんな感じで葉っぱの下の方からかけてあげれば十分上にもかかりますから、こんな形でまんべんなくかけてあげますよ。株元にも殺菌剤として散布しますよ。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。このチクサク液をベースにドクダミ、ニンニク、唐辛子、自然農薬散布していきましたよ。はい、もうちょっと散布しても気分が悪くならないのが楽ですよね。こうやって散布してあげるとなんか心が落ち着くのは僕だけでしょうか。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。また見てね。外の、はい、ジブリ好き。